まず第3局についてなんですが、はい、日本未来の党が出てきて、はい、だいぶ構図が定まってきたように思います。はい、まず生活などが合流する予定のこの日本未来の党についてどのようにご覧になっているかと、はい、あとこの日本未来の党によって次期衆院選の構図にどういった変化があるとお考えになりますでしょうか。まあ、未来の党は脱原発といいますか、原発政策を軸に、結集しようとしているように見受けられます。しかし、いろんなグループがですね、この脱原発だけで、一緒になろうとしても実際に政治を担うためには同時並行でさまざまな重要政策に直面をするわけであります。ですから今当面する重要課題について、どういう考え方を取るのか、こういう意思統一をしていただくことが国民の要望だと思います。そこが明確にならない限り、これは民主党政権の二の舞になるのではないかという危惧があると思います。またもう一つの第三極のグループと二分化していくような傾向が見られます。いずれにしても問われることは、この国政を担うための責任感や、あるいは経験や実績、また政策実現の実行可能性、こういうところが民主党政権の失敗から学ぶべきところだと思いますので、有権者の方々はそこをよく見極めるという姿勢が重要だと思います。我々はその点での違うところ、もちろん責任感や経験は当然でありますが、この政策実現というのは国会議員だけでできるものではありません。むしろ地域に根ざして、その国民の本当の生の生活や声、これを目で見て耳で聞き取って、それを国政で実現をできると、こういう政党の力が重要だと思います。民意を集約する力と実態を見極めて国政を実行する力、これこそが今最も問われるべき政党の役割だと、このように確信をしております。すみません、民主党のマニフェストがですね、はい、昨日ようやく発表されまして、数値目標は工程表などが盛り込まれず、堅実あるいは後退するといった表現がされているんですけれども、代表はどのようにご覧になっていますか。はい、まあ、前回選挙で掲げたマニフェストとは相当変化したと、やはり後退した、マイルドになったと印象を拭えません。前回はその数字を散りばめた分だけ実現ができなかったと、こういう反省もあるのでしょうけれども、現実に政権を担ったわけですから、その経験を踏まえてもっと実行可能なものを国民は期待をしていたのではないでしょうか。それがかえって抽象化され、いわば信念や自信が見られないと、そういう印象すら持ちます。学者さん、いかがでしょうか。すいません、はい、はい、改めましてなんですけども、はい、自民党のマニフェストに不動産規定が盛り込まれ、はい、その時に安倍総裁がその当選規定についてもその講演とか少しでもご発言で触れられてるんですけども、はい、それに対してどう思ってらっしゃるかお伺いしたいです。まあ、この国防軍の自民党の主張については、年来のものを掲げたというふうに思っております。自主的な憲法を制定する、これが改正という主張になり、そしてまたその下での実力組織というものが国防軍という表現になったんだろうと思います。従来の憲法で認められてきた自衛権、これを現実に行使できるというために、どのような法制度を整備すべきかという範疇であれば、それは議論は当然のことだと思います。しかし、集団的自衛権の行使、これを容認しようと、その下での実力組織の在り方を考えようというふうになると、ここはもっと慎重な議論が必要だと思います。今の現行憲法は海外で武力行使をしないというのが究極の規範だと私どもは理解をしておりますので、それを変えるのかどうか、そこは必ずしも明確ではない と今のところ我々は思っておりますので、いずれにしても憲法改正を伴う議論であるとすれば、これは息の長い、十分な慎重な議論が必要だろうと思います。我々としては、今までのこの現行憲法の下で、海外で武力を行使しない、つまり領土領海 領空、この範囲で自衛権を行使する、そういうための必要最小限の実力組織と
ということで自衛隊が認められていると、こう理解をしておりまして、政府がそれを超える武力行使は必要最小限度を超えるので認めない、つまり集団的自衛権の行使は認めないと、こういう政府のこれまでの考え方は妥当だと我々は思っております。先ほど の日本未来の党についてなんですけれど、まあ、そのこの党の後ろ、まあ、当初は多田さんなんですけれど、まあ、背景というと後ろにはその小沢さんが、まあ、いろいろ動かれたという報道もありますし、まあ、実際当初は多田さんでありながら、まあ、合流したところには小沢さんであったり亀井静香さんであったり河村隆さんであったりという、まあ、なかなか他の党とこうくっつけたりつけて、まあ、結局、まあ、ここの局面でまあこういう多田さんを党首に持ち上げてということで。もう言われてるんですが、はい、こういったところを受け止めていかがでしょうか。まあ、最終的な形というのはまだよく分かりませんが、今名前を挙げられたような方、政界でいろいろと長い経験をお持ちの方々が加田知事と合流をするということになれば、なおさらのこと、それぞれのお考えを重要な政策課題でどうまとめて遂行していかれるのか、そこは明確に国民に示さないと、脱原発だけでは非常に疑問が持たれるのではないかと、こう思っております。よろしいでしょうか。はい、終わります。ありがとうございました。